もとんりちゃんです。さて本日はですね9月のお気に入りをご紹介したいと思います。それではレスラーお気に入り、さてさてさて始まりました。毎月恒例今月のお気に入りでございます。いやー今月は早かったね。もうほんまになんか毎月言うてるから、もうなんか毎月言わないといけない風習みたいな感じになってしまってるけど、でもねまあ今月もまあお気に入りがねたくさんあるので、それを一つずつご紹介していきたいと思いますので、最後まで見ていっておくんなまし。ではですね、もう早速ちゃっちゃかちゃーのすけで紹介していきます。まずコスメから一つ目、こちらこちらはですねセザンヌのトーンアップアイシャドウの07番です。こんな感じのレッドブラウン系の色でございます。これはね正直ベストアイシャドウに入っております。秋っぽい色なんやけど、なんかでも年がら年中使えそうな感じの色で、すごく気に入っております。髪色をねちょっと暗く、まあブラウンっていうか赤茶っぽい感じにしたから、このアイシャドウがまた髪色とめっちゃマッチして、もうほんまに気に入ってずっと使っております。ぜひねちょっと毎日メイクの動画も皆さんチェックしてみてください。本当にねお気に入りメイクでございます。じゃあ毎日メイク出てきたやつもう一つお気に入りなんですけど、こちらです。こちらはですねセザンヌのナチュラルチークの17番です。今日もつけてるんですけど、こんな感じでちょっとブラウンがかったシュっぽい感じの色でございます。これがねマジで可愛くて、結構ね高発色で1回でねこう筆に取るとすっすごいこうもう真っ赤って感じになるんやけど、結構ね今まで使ってたのがピンク系のチークやったから、一気にこう秋っぽいというか、まあ秋冬っぽい感じになってすっごい気に入っております。17番結構見つけんのね大変やったんやけど、ほんまに良かった。これはなんか順番に来てるんやけど、目、頬って来て、このねチークとすごく合ってたのがこちらでございます。これはね別になんか今月買ったわけじゃないねんけど、もう今月めっちゃ使ってたって意味でご紹介します。こちらです、セザンヌのラスティングリップカラーの407番です。リップがねこんな感じの色でございます。これもねちょっとシュっぽい感じなんですけど、これがさっきしたチークなんやけど、めっちゃ色味似てない。ほんまにこのチークとこのリップの組み合わせがもうマジで最強すぎてほんまに気に入ってます。しかもめっちゃ落ちにくくて、なんかティント以外のリップでこんなにね色が残るリップ久々に出会ったので、すっごいこれはコスパもいいし最強リップやなって思ってめっちゃ気に入ってます。じゃあお次ですね、まあリップまで来たんですけど一回上に上がります。ヘビーローテーションのアイブロウペンシルでございます。これはですねあのお仕事の動画で出させてもらったんですけど、まあもともと私ねヘビーローテーションの前マスから使ってたので、すっごいね愛用してるまあものなんですけど、これね今月出た新作のアイブロウペンシルでございます。わかるかな、この細い芯がめちゃんこ描きやすかったです。で私の眉毛の描き方は縁取ってから中をパウダーで埋めるっていう描き方を基本的にしてるので、これはすっごい縁取りやすかったです。あとここにねこのブラシがついてるっていうのも私的にはねすごい高得点のアイブロウペンシルでございます。ちょっとぜひね本当に描きやすいから眉毛苦手って方もねぜひよかったら試してみてください。じゃあお次はですねお洋服いきたいと思います。洋服に関しては結構今月プチプラの購入品動画出したんやけど、割とまだ暑くて着られへんものが多かったから、今月着れてすごく気に入っていたものをご紹介します。まず1着目こちら GU のロンティーでございます。これは多分今月なくて先月の購入品で紹介したかな。このロンティー、まあ、この今がちょうどいい季節でした。まあ、今って言ってもこの後半にかけてないけど、あのここ最近結構カジュアルめな服というか、まあ、パンツを買うことが多くなったから、意外とこういうのがすごく合わせやすくてよく着ております。でこのロンティーの何が好きって、まずとにかくこの色味、ちょっとチョコレートっぽい感じの色が好きやったのと、なんかロンティーって基本的にこうねここの手首の部分がスッてまっすぐな形が多くて、結構自分的にそれがあんまり好きじゃなかったというか苦手やったんやけど、これはねなんかもう広がって
ってはないんやけど、割とこの腕周りがゆったりしてるロンティーやったから、シルエットっていうか肩の落ち方とかもゆるっとしてたから、なんかこう肩幅とかもすごく華奢に見えるし、シンプルなんやけどすごくねこうおしゃれさんっていう感じのロンティーやったので、未だにねすごく気に入って使っております。これはねすごく長く重宝しそうやなと思ったロンティーでございます。じゃあ2つ目なんですけど、次はねもうセットでご紹介します。こちらですね、じゃんじゃかじゃんじゃんじゃーん、はい、ユニクロのシャツとこのチェックパンツでございます。でこれはユニクロの購入品で出したんやけど、私がねユニクロで作るレトロコーデっていう動画を上げたんですけど、その時に着ていたこのセットでございます。このセットがほんまに気に入ってて、やっぱりねこういうなんかシャツにチェックパンツっていう組み合わせが私はめちゃんこ好きで、かつプチプラでできるっていうのはすっごいいいなって思いました。特にねやっぱこっちのパンツがすっごい気に入ってます。何より後ろがこうゴムになってるからめっちゃ履きやすいっていうのと、あのね私157-158センチぐらいなんですけど、このね丈がぴったりやったんよ。ここの丈がここにタックが入ってることによってスラッとした足というか、本当に足長効果があるので、このパンツはマジでおすすめです。特になんかこういう赤黒茶色みたいなこういうチェックって意外とこう古着屋さんとかで高く売ってるものとかもあるから、プチプラでこういうパンツが買えるのはすごくいいなって思いました。なのでまあこのセットをねちょっと今後も着ていこうと思います。ということですね、今月はちょっとお洋服とコスメだけにしたんですけど、これがねちょっと今月私が気に入っていたものでございました。いかがだったでしょうか。いやーもう今月はまあ旅行も行けて、まあお洋服も秋服もどんどん増えてきて、本当にねすごくハッピーな月でございました。またね来月はがっつり秋服になってくるので、もっとねこう1週間コーデとか着回しのコーデもう少し出せたらなと思っておりますので、ぜひね皆さん楽しみに待っておいてください。はい、ということで今日の動画を見ていただいた方もありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ツイッターインスタグラムウェアもやってるので、よかったらフォローしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。